腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは石壁の戦い、選択君主は劉備。第11回を始めさせていただきます。前回は燕をなんとか陥落させたものの、巨匠にて防戦を強いられているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。よし、さらに巨匠から出していきましょう。関羽と張飛、兵士一括5000ほどでいいでしょう。そうすると4800しか余らないか。じゃあ3000でいいかな。で、軍神と万人敵持たせて、関羽でこのように進軍、兵器をこのように進軍で兵器を攻撃、張飛もここから出て進軍で兵器に攻撃と。これでいいでしょう。天下に気を示さん。これで兵器は落とせますね。雨金が嫌なところに出てますね。どうされましたか。こちらの兵站を切ってくる可能性があるので、こちらの部隊は深夜に入れましょう。命令か。ここの部隊もですね、動くとするか。ここにいる部隊全部一度深夜に入れましょう。お任せください。で、ジョランはまた逃げてくので、涼花さん長打で奪い取って帰りましょう。出陣する。承知しました。で、藩士は応援のスキルがあるので、また巨匠にね、戻しましょう。行ってきます。さて、それでは巨匠の争い見ていきましょう。関羽と張飛も出していきましょう。投石で半分まで落とされましたね。やっぱり兵器強いな。我が槍にかけて勝利を誓わん。いいですね、いいですね。よし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 、これで兵器は全部落としましたね。どうなっている。粘り強さなら誰にも負けん。いいんじゃない。不屈入れてきた。で、撃破と。いいですね。ちょっと巨匠の兵力がやばいぞ。青鸞がいますからね。何用でしょう。こちらから攻撃を仕掛けましょう。で、劉備は一旦巨匠の中入りましょう。で、できれば捕らえていきたいところですね。さて、それでは巨匠の争いを見ていきましょう。青鸞が入ってますからね。この青鸞をなんとかしたいとこですね。はい、商用を落とした。で、こちらよしよしよし、セーラーも落としましたな。で、総中捉えた。いいですね。で、シバローも倒しましたね。シュレイを倒したい。全軍でシュレイを倒しに行きましょう。で、巨匠から出撃で劉備と、あとは水濠を持ってる張飛さん、両方とも水濠で、張飛は長射を抑え退却、劉備はこちらからこの歩を抑え退却させましょう。この劉備を支えてくれ。さあ、あとは守礼に追いつくかどうかですね。では進めましょう。さすがに追いつかないかな。使者が面会を望んでいます。孫権からの使者、12ヶ月と当然結んでいきましょう。追いつかないですね、司令。無理か。諦めるしかないですね。こちらをどうぞ。さてさて、それではちょっとこちら諦めて巨匠に戻りましょう。わかった。円7万になりましたね。そしたら出撃で甲冑、義援、官兵、勝者とか持つのがちょっと出せないな。移動輸送、
訓練担当官に1万持たせ、また巨匠に送り込みましょう。行くか。さてさて、次狙うとしたら常用かな。で念願の交易ができるようにするっていうのも手ですね。それか賃流4万5000を巨匠の兵で一気に落とし込むっていうのも手ですね。ジョナンにまたこれ攻めてきてるのかな。そしたら円の武将でこちら向かわせましょうかね。甲冑義援カンペ急ごう。おっと、これは同盟がそもそも切れてたのか。孫権24ヶ月。お任せください。危なかったな、攻め込まれてたじゃん。しかもていうか孫権そんなことやってる余裕ないだろう。承知した。なんで劉備を攻めるんだよ。あ、まあ空だからか。承知しました。同盟延長していきましょう。危なかったな、向こうから行ってこなかったら。で呪春を落とせばジョナンがそういう意味では楽になるんですよね。ただジョナンは守りやすい土地ということもあるので、やっぱここは賃流狙った方がうまみがでかいですね。一旦中に入って陣容を整えてってところかな。では進めていきましょう。まずは一旦戻りましょう。使者が到着しました。はい、使者ですね。芝生拒否です。仲間にしたいですからね。まずは巨匠に兵力入れましょう。で総中さん仲間にしていきましょう。おーすごい、95の中性値あったのに一気に仲間になりましたね。陳流には約6万いますね。巨匠5万3000で喧嘩仕掛けてみるか。いやーちょっと厳しいかな。さてそれではジョナンに対して攻めかかられてるので迎撃の部隊出していきましょう。神宮眼光反骨陣中期優劣で8000ぐらいでいいですね。でまず義援がこちら、官兵がこちら、甲冑がこちらから夫人と、これでいいでしょう。ついてこい。これで多分一瞬で落ちますね。また1万とかこんな恐ろしい軍で来てるな。ちょっと移動呼び寄せとくか。関張飛この2人だけでも行かせよう。向かおう。まだ2万いますからね、すぐ出せますからね。さてそれではジョナンの争い見ていきましょう。はい、師匠との同盟延長 OK です。はい、撃破です。でこちらよし、劉備孫権との延長。いいんじゃない、このまま待ってれば来ますね。そしたらジョナンから出撃で長打使える方、涼花さん長打で裏から回ってもう何度目になるか分かりませんが暗歩を狙っていきましょう。包囲戦略をちょっと狙ってみましょう。出陣する。でまた呪春から出てくんだよな。ちょっとさすがに無駄な兵力になるからやめるか。涼花で長打を生かしここからぐるっと平坦を切る動きをしていきましょうかね。みんな行くぞ。この方がいいでしょう。では進めていきましょう。遅れるな。うん、いいんじゃない。はい、あ、撃破したけど捉えられなかったですね。はい、劉将との同盟も延長ですね。それではジョインを落としここまで進軍しましょう。これで一気にね平坦を切っていきましょう。
で、こちらは円に向かっての進軍なのか、ちょっと自殺行為じゃないか。移動で円に対して将軍たちをちょっと移動させましょうかね。あと劉備さんと藩士、長鋒も移動させたいですね。ちょっと長鋒も移動させましょう。マイルとしよう。さて、それではジョナの争い見ていきましょう。うん、平坦切っちゃえば勝てますね。よし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 。義援が戦法に一騎打ち、いいですね。ここは勝てるでしょう。見ていきましょう。あ、飛ばしていきましょう。うーん、傷を負わせただけか。いやー、戦費の最初強いですね。うーん、官兵がかなりやられてるな。で、こちらまた曹操が来てますね。で、これやっぱり攻め込んできてるな。ちょっと自殺行為だと思うんだけどな。劉備、関羽、張雲、張飛、この辺りで迎え撃ちましょうかね。で、眼光、大器、大徳、軍神、新参、希望を短期がけ、万人敵と。で、兵士一括8000もあれば十分でしょう。で、関羽、こちらから進軍、張雲はこのように進軍、張飛はこちらから進軍と。で、劉備が南から進軍で、諸葛亮はこのように進軍と。これでいいんじゃないか。この劉備を支えてくれ。で、後の武将たちを文兵、王子、あとは長鋒、藩士、ちょっと応援も持つね。藩士もちょっと向かわせましょうかね。陣形遂行は長鋒が持ってますね。行くか。ちょっと応援はこちらの方が必要ですね。で、医療と爆城を取ったら後ろからちょっとね、兵站を切るとかね。ガクチンもね、少し遂行を使って落としていくっていうのを少し狙っていきたいですね。さあ、それではジョナンです。戦費最小が強すぎるんだよな。で、また龍炎が3000とかでバラバラ出てきてるんですよね。何か、そしたらもうここまで行こう。心得た。その方がいいだろう。では進めていきましょう。戦費最小をどうにかしないといけないですね。なんだと。はい、撃破しました。で、真ん中入ってきた。いいんじゃない、これで一撃じゃない。一番倒した、素晴らしい。で、撃破と。素晴らしい。いいんじゃない。なんだ。そしたらここでゲートを閉じましょう。任せろ。いやー、かなり減らされましたが、これで このジョナンの戦いも終わりですね。さすがにこれは戻っていきますでしょう、劉炎さんは。なので、ジョインを取って退却しましょう。さすがに戻ると思いますね。で、ここは一瞬で壊滅ですね。では円に戻りましょう。任せてくれ。さて、それではジョナンの争いを見ていきましょう。もうジョナンの争いもこれで終わりですね。はい、撃破です。あー、ジョイン取ったはいいけど1000の兵を壊滅させちゃいましたね。お、カンコも加わってくれた。あれ、シバフ逃げられちゃったな。あ、そうか、劉備が大将になったからだ。まあ、仕方がない。では全軍ジョナンに戻りましょう。では進めていきましょう。
うん、陳竜から馬長隊に対してどんどん出てますね。では巨匠から出撃いたしましょう。関羽張雲張飛諸葛亮、こちらいつものメンバーで軍神新三希望宝炎短期掛け連動万人敵で、こちらの歩を抑え、ここまで行きましょう。関羽出陣する。で、あとは劉備さん水攻を使って、いやー、それとも関東で戦おうかな。出陣取り消しですね。こちらの部隊は軍神新三希望短期掛け万人敵、いや、レンドもやっぱり持ってこさせよう。で、この歩を抑え、関東まで行きましょう。で、ここまで進軍です。ここまで進軍です。天下に義を示さん。で、劉備さん。追攻で、この歩を抑えましょう。この劉備を支えてくれ。この部隊が戻ってきたときに迎撃するときに関東で迎撃するようにしましょう。で、あとは序南の面々、関平義援張飛甲冑ですね。この辺りもちょっと参戦させましょうかね。で、円から輸送で2万ほど輸送させましょう。4万残せば十分でしょう。急ごう。で、4万の部隊で全軍で関平義援甲冑もね、全軍で陳竜に攻め込みましょう。さあ、これでいけるか。陳竜攻めですね。次は、では進めていきましょう。劉備だけで突出すると狙われるので、うん、この辺りでちょっと待機ですね。で、巨匠から出撃できる方、甲冑義援、いや、まずは関平ですね。中遊義烈を持たせて関羽の後ろ、関東まで行きましょう。いざ行かん。で、あとこの2万がついたら、さらにまた甲冑義援で出していきましょうかね。あんまり巨匠からにすると呪春から攻められそうですけどね。いやー、雨欽が好きなように います。軍を展開させてますね。まあいいでしょう。放っときましょう。どうせ包囲占領すれば一発で終わることですからね。水攻持ってる方とかいないかな。いないか。ただ、加工とかが奉仕持ってますからね。奉仕で一気に。少なくとも極陽を抑えて包囲占領発生させていけばいいですね。雨欽はさすがに戻ってこないか、これじゃあ。いや、でも戻ってくでしょう。深夜ががら空きとはいえ、このまんま来るってことはないでしょう。では見ていきましょう。来るかな。いや、陣構えてるぞ。来るつもりか。まあ2300入るし大丈夫でしょう。ご報告いたします。いや、危ないな本当に。ちょっと上陽からも輸送出しましょう。深夜に向かって輸送です。行ってまいります。で、エイヤー戻ってきましたね。で、光陵から、そしたらガクチンさん進軍して医療を抑えて退却してもらいましょう。行くぞ。で、あとは攻め込まれないことが確定したので、ちょっとまた狙われるとしたら序なんでしょうから、こちら4人の部隊を武将を移動させておきましょう。ああ、狙われてますね。
ただ巨匠に来る可能性もあるんだよな。では進めていきましょう。これで関東落とせばまた劉備動かせますね。こちらをどうぞ。いかがだったでしょうか。ついに開始した陳留侵攻軍、果たして陳留を落とすことができるのか。もし陳留を落とすことができれば中原の約半分を手に入れたと言っても過言ではないかと思います。この経済都市を落とすことができれば曹操に対して大打撃を与えることができます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。